アルフェオス川は、ギリシャのペロポネソス半島最長の川。全長110キロメートル。古代ギリシア語読みでは、アルフェオス川となる。アルカディア県とイリア県を流れる。トリポリとメガロポリの間に位置する、アルカディア高地のドリザス村近くに源を発する。はじめは、活端の露天掘りを迂回するように、メガロポリ方面へ、南西に流れるが、 特ニアでエリソナス川と合流すると、北に向きを変えて、カリタイナに向かう。カリタイナの下流でルシオス川と合流後はさらに、北西に向きを変え、アンドリトサイナの北を通る。トリポタミア近くでラドン川及びエディマントス川と合流後、オリンピアを西へ流れ、ピルゴスの南でイオニア海に注ぐ。パトラスからカラマタに至る、古代の街道は、 オリンピアの東ではほぼアルフィオス川に沿って通っていた。ギリシア神話でアルペオスとペイネーボスはアウゲーアースの家畜小屋の掃除をしようとしたヘイラクレースによって流路を変更させられた。これはヘイラクレースの十二工業の第五の工業として知られる。ロジカイヨアの市アルペオスの流れはアルフィオス川を主題としている。ベルギリウスのアイネイスでは アルフィオス川は海底を流れた後、シチリアのオルティジア島で再び地上に現れるとされている。ありがとうございます。